とうございます。じゃん、暗いかな、うわ外の音が窓開けてるからさ、わわわ、おいしい、じゃじゃーん、ちょっともう前髪がバラバラになりました。遅いね、ごめんなさい、ごめんなさいね、配信今日は帰って割と遅かったんですよ。そうで、ご飯食べて、そう今なんです。うん、ごめんね。タヌキに合わせての服の色、そうじゃーんじゃじゃーん、ありがとう。皆さん改めましてこんばんは、たぬき村舞です。そう今日はたぬきコーデで、そうなんですよ、やってました。配信もお疲れ様ありがとうございます。尻尾はいらっしゃる、尻尾あるけど多分つけてもね、ちょっと見えんかも。こう見て、尻尾、ここに尻尾がある。タヌキュー、タヌキュー、じゃーん、尻尾込みだと分かりやすいわ。じゃん、どんなセトリにするの？ストリ考えた？いや、まだそんな考えてないです、何も。そう、なんか PR 舞台のあの就任配信があったんですけど、それでなんか何担当するみたいな感じので、そうセトリ担当になったんですけど、そうちょっとどういう風に決めるとか私もまだ全然、そう今日そうセトリ担当ってのをたので、まだ何もそう知らないんですけども、ありがとうございます。うんうん、そうだね、でもみんなでなんかみんなの意見とかもね聞かないとですもんね。いいな、ありがとうございます。責任重大？うん。そうだね。いや、耳がね、そう、向きが違うよってすごい言われるんですけど、でもね、これ、カーブがすごいここあってね、これ、わかりますか？すっごいここがカーブになってて、多分こっちだと思うんですけど、そう、わかんない。なんかこっちだとね、なんか、こうなんていうんですか、こう半円になってるから、そう裏黒なの、わかんない、ちょっと付け方がわかんないから、でも多分こっちだと思う。じゃーん。ちゃん玉難しかった。うん、なんか初めてじゃないか、何回かやったことあるか、でもあんなにトライしても全然入らなくて本当に難しかったです。あれ入るの結構すごいね。ね、なかなか入んない。尻尾ここから生やしとこうかな、そしたらさ
ついてないけど、ここからなんか そうだよね。結局そうみんなあの3回あ4回ずつかやったんですけど入らなくてくじ引きになりました。しっぽ大きい、なんですか、しっぽ、じゃーん、しっぽが動いて、じゃ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 ーん、たぬきです。なんかあんまたぬきのなんかコスプレって多分あんまりないかな。なんか着ぐるみ、なんかなちょっとあれなんで、そう色を合わせた服にしました。じゃじゃん、風呂、しっぽね、たぬきあんまね、自分で買ったの、そうなんか自分で買ったっていうか、おきちゃんと相談して決めました、どれにするって言って。違う、そうなんかでも今日は確かにタヌキちょっとね 見づらいかも、タヌキっぽくないかもしれんけどタヌキです。恋はいたずらな天使の尻尾。鼻描いた方が良かった。あー、ここしてなかったな。明日は私服、明日はなんか私服でやろうかなって思ってます。明日は私服、タヌキの尻尾、タヌキの尻尾、明日もあります。ラブミュージック、あ、そうなんですよ。なんとラブミュージックが明日の日曜日の夜だから、そう明日の深夜放送をされます。明日の深夜でございます。そう今回はあのセンターを務めさせていただきました。ありがとうございます。ぜひ見てください。見せる、いい、そうなんですよ、見てください。トイありがとう、にょんにょんにょん、おめでとう、ありがとう。ネタバレ、あ、もうでも出てるんですよ。そうなんですよ、実は。服、襟とかリボンかわいい、そうじゃーん。なんか後ろもね、なんかね、かわいくてね、なんかね、見える、これ見て、こんなのあるの、コートのさ裏についてるみたいなやつ、かわいい。タヌキのコスプレ初めてした。全部セット違う、耳と尻尾はセットだったんですけど、そう服は別で買いました。
尻尾なんで動くの尻尾揺らしてるの見て手で持ってるのそうなの尻尾はねちょっとつけたら見えんかなと思ってででででゃーん狸っぽいメイクでもそうあんまり鼻とかヒゲとか描かんかったかも、うん、確かに尻尾で狸感がねモフ。あすごいね、そうレッサーパンダは言われたし、そうなんですよ、そうなんです。いろんな動物似てるのかもしれないです。ポンポコ。ポンポコポン。でも今日コスプレ良かった気がするなぁ。うん。明日も、1時間目から8時間目までお話し会があります。明日も楽しみましょう。おきちゃんがそうキツネでした。一緒にやったのよ。二人でね。終わったらもう爆睡します。昨日ずっと眠れなくて朝の7時ぐらいまで起きてたんですよ。でめっちゃ今になってすっごい眠くなりました。ご飯食べたからかな。もうなんかお布団に入って目閉じてもずっと眠れなくて、絶対爆睡する、絶対寝る。ケイさん、ありがとう。オール？でも、ちょっと寝た。1時間半ぐらい。ヤクルト戦、今日ヤクルト戦あるんですよ。飲んで寝ちゃおっかな。そう、なんかヤクルト戦を飲んで寝たらめっちゃ、もう、目覚めが良くて、すっごい眠れて、たぬき寝入り？ちょっと意味が違う。本当なの？うん、私はそう感じた。でも1回しか飲んでないんだ。だからもう1回飲んでみる。たぬきなの？そう。お座り、おて、おかわり。伏せ。ヤクルト戦、普通なんか量がちょっと多いかも。こう縦長で結構このくらいある。このくらい？全然わからんね。なんかこのくらいって言われてもこのくらいある。このくらいある。このくらいの長さに
このくらいの細さ、この首ではないけど。味違うの？うん、多分一緒、多分多分です。宅配でも私実家はヤクルトとか何ですか、宅配してもらってた。家の外になんか置き場があって、そうなの、なんかクーラーボックスみたいな置き場があって、そう実家でやってた。ヤクルトもなんか、ヤクルトもだし、なんかいろんなの、いろんなの、ヤクルトだけじゃなくて、なんかカタログが来るんですよ。カタログが来て、なんか今月は牛乳にしよっかねとかって言って牛乳頼んだら、毎月瓶の牛乳が、毎月ってじゃない、毎週じゃない、週に何回か瓶の牛乳来るみたいな。でヤクルトもそう運んでもらってた。そうなんです。で私も瓶の牛乳めっちゃ好き、なんか瓶のものめっちゃ好き。コーヒー牛乳。ヨーグルトも好き。飲むヨーグルト。やばい、足がつりそうだ。なんかタヌキってなんて鳴くかもわかんないから、なんかキツネはコンコンじゃないですか。タヌキってなんて言うんだろう。わあ、ポン、ポコポコポンポコぬーん、そうなのぬーん、たぬたぬーギャー。ちなみに私の家の近くはすっごいタヌキいました。なんか山の方、山も海もあったんですけど、山の方すっごいタヌキがいて、帰り道によく見てました。あ、タヌキだみたいな。グエーグエー、ありがとうございます。野生、これも野生のタヌキなの。おとなしい、うん、なんかなんかこう って感じすごいもう警戒してどっか行っちゃう、すぐに。思ったより細い。なんかさ、タヌキといえばなんかタヌキの置物みたいな、ちょっとお腹がさポコンってなってるやつを思い浮かべるからかな。化けます。なんか
葉っぱを乗せた方がタヌキっぽいよって言われたんですけど、葉っぱがなくてこの家にはなんかないかなと思ったけど、葉っぱないや、葉っぱ乗せたらタヌキっぽいらしい。ここにドローン、でもなんか今日動物のコスプレをやって思ったのは、あともう一個したい動物があって、オオカミ、オオカミもしたいんですよ。オオカミも可愛い、ウルフ、ウルフのコスプレしたいですね。グレーな、可愛いよねオオカミ。したい、めちゃめちゃ。満月の日にいいね。うさぎしたことないかも。うさ耳つけたら、ペンギンはなんかペンギンのコスプレ調べたことあるんですけど、すごいウェットスーツみたいなのばっかり出てきちゃって、候補にペンギンのコスプレってむずい。すごいガチなペンギンみたいな。ぴったりした、もうピチピチの真っ黒のペンギン。そう、まだありがとうございます。そう、ありがとうございます。いいですね、なんか動物コスプレ可愛いですね。また何かの時に、はいしようと思います。イカのコスプレもしてね、って白タイツでペンギンありがとう。まあ、いい時間、55分だったということで、皆さんまた56分になっちゃう。アーニャ？なんかね、これね、これも、これをね、こっちにしたらちょっとアーニャ。じゃあ、もうちょっと離れてるけど。こう、アーニャね、こういう感じで角がついてるんですよ。アーニャ、ピーナッツが好き。アーニャです。これでアーニャ。アーニャにちょっと、アーニャを知ると世界が平和に。頑張ります。ピンクに、ちょっとピンクの髪だけは難しいけど、アーニャ、アーニャいいよね、アーニャ。ゆるさんヘアもしたい。なんか、こういう感じでしたらできそうだけどね。ねえ。ちょっと、なんかの時にやりたいな。夜さん。何57分。ちょっと誕生日ましょう。マッキーさん、
パオさん、リョンキューさん、アーリーさん、クマネパパさん、ケンジさん、シンジさん、マユタミさん、広島コーパセリさん、福太郎さん、キナペコさん、ココさん、トラールフさん、ありがとうございます。そして配信を見てくださった皆さん、みよありがとう。おやすみなさい。しっぽが嬉しそうでいい。ああ皆さん一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでね、みんなもね。たぬきゅう、たぬきゅうでした。おやすみ、おやすみなさい。またね、明日は日曜日です。すごい、5月ももうラストじゃないけど、ラストに向かってる。もうちょっとで終わっちゃう。29日、おやすみなさいませ。ラブだよ、ラブ。しっぽ振ってグッナイ、ラブユー、またね、バイバイ。楽しかったです、ありがとうございます。おやすみなさい。皆さん良き夢を。ラブラブ。あとね、まだね45秒ぐらいあるから、明日も頑張れ、みんなも頑張れ。またね、ポンポコポンポン。ラブラブキュン。おやすみ、おやすみなさいませ。大好き、ありがとう。大好き、おやすみ。またねー。